こんにちは。今回は、ロングヘアの髪の毛の巻き方を紹介していきたいなと思います。このアレティさんの、38ミリのコテを使って巻いていきたいと思います。ここで電源をつけて、で、私の場合、髪の毛の巻きが割と垂れやすいタイプだと思うので180度で巻くんですけど、癖がつきやすい方とかは170度とか160度とかでもいいと思います。まずは髪の毛をブラシで溶かします。朝起きてから髪の毛何もスタイリング剤とかアイロンとかかけてない状態なので本当に一から巻くような感じです。うねってる日とかはこんな感じで先に全体的に熱を通してまっすぐにするんですけど、今日は割とすでにまっすぐになってるのでその工程は省こうかなと思います。最近ちょっと波巻きっぽい感じにしているので一番最初は毛先だけ外巻きにまずはします。これは全体的に外巻きにしちゃいます。コテの太さは32ミリとかでもいいと思うんですけど、ロングヘアになればなるほど38ミリとか太めのコテを使った方があんまりこうぐるぐるしすぎてないいい感じの巻き髪が作れるんじゃないかなと思います。そしたら左側も同じように毛先だけ外巻きにします。太めのコテの方がこうカクカクならずにナチュラルにこう跳ねるので結構おすすめかな。ほい、完了です。片場目を取って外巻きにしてちょっと軽く冷ましつつ今度はその上の部分を内巻きのコテにして挟んでちょっとスライドさせてここでグッと見えるかな、こういう感じで固定します。5、6秒かな、待ってそろそろかなと思ったらパッと離します。そしたら、ちょっと失敗しちゃったんですけど今度外巻きに外巻き側にしてその上をさらに巻いていきます。うまく波にならなくてもどうにかなるので大丈夫です。こんな感じ。そしたら、内側までやってもいいんですけどこの表面の方だけ取ってまた内側の波を入れます。ちょっとねカメラ映しながらやってて鏡をこっちにあるのですごいやりにくいんですけどこんな感じ。ほい、そしたらこんな感じで綺麗か分かんないですけどいい感じに巻けた感じになるのでこれを2束目3束目と繰り返していきます。こんな感じで全体が巻けました。反対側もやっていきます。こっちも、全体をね多分4本くらいに分けるといいと思います。毛量にもよるんですけど私はだいたい4束くらいに分けてやってます。同じようにやっていきます。そっと中で中でちょっとこう押さえるね。中、はい、外、そーっと、中、こんな感じです。で全体的に外中外中でこんな感じで波巻きにできたらこれだけでもいいんですけど私は最近はここのね1束目の顔周りの1束目だけを取って。ここはね普通にウェーブで巻いていきます。今ねミュージックデーがやっててちょっとそれをね見ながらやってるので目線がテレビの方に行ってるんですけどお客さんが戻ったみたいでよかったですね。有観客でやってますね。こっちも
こんな感じで外巻きでウェーブ入れていきます。こんな感じ。そしたら顔周りだけこう外に行ってすごくなんていうんだろうな、すっきり見えるというかいい感じに見えるので、ここだけ1本縦ロール入れてます。前髪は上に上げます。結構ねこうクイッとなんていうんだろう、こういう風に丸めてやっちゃってもいいと思います。こんな感じですね。これを、まあ、2,3 回かな、2,3 回繰り返します。上げて、こんな感じです。こっちも同じようにやっていきます。で軽くこんな感じで手でほぐしたら完成です。であとはちょっと毛先のなんだろうな、巻きが足りないなっていうところとかだけ外巻きを入れてあげたりとかして調整していきます。まあ、正直後ろの毛はそんなに見えないのでそんなに巻かってなくても大丈夫かなって思ってます。最後ヘアセットというか、まあ、ヘアオイルとか、そういったものなんですけど、私はこちらのプロダクトの定番のヘアワックスとあとトリートメントを混ぜて使っていて、それがこのねロクシタンのやつです。これめちゃくちゃ匂いが良くておすすめです。私もお誕生日プレゼントで先輩からもらって使ってるんですけど、すごい気に入ってます。あ、ヘアワックスをこんな感じで手に取って、あとヘアオイルをね 1,2 プッシュくらい手に出してそれを混ぜます。まずはこの毛先の部分にこう揉むようにしてつけて、でもある程度ついてきたら今度はこの内側から髪をこう溶かすようにしてオイルをつけていきます。こんな感じでねゴシゴシやっちゃってもいいと思います。で最後は残ったので前髪を、あとねこのね耳の周りというか顔周りは結構しっかりついてた方がこなれ感が出るというかいい感じになるので、ここら辺かな、この耳のところとか、顔の近くにはいっぱいねまず塗るようにしてます。はい、これで完成です。結構簡単だったんじゃないかなというふうに思います。いかがでしょうか。普通に縦ロールを縦と外中外中でやってもまあいいんですけど、ボリュームが出ちゃうというか横にこうブワッと広がって巻かれてるような印象になっちゃってすごい微妙だなって思っていたところ、この巻き方を試しにやってみたら結構こう、まあ、パーマっぽいっていうのかな感じで巻けるようになったので、最近はこんな感じで巻いております。後ろがねこんな感じ。映ってるかな。はい、今回使ったこちらのアネティの 38mm のコテなんですけど、すごく良かったです。このなんていうんだろう、挟む部分が結構硬いので、ここが柔らかめのコテを使っている方はちょっとねその硬さっていうのを感じるかなとは思うんですけど、その分すごくしっかり挟んでくれるのでスルッとね抜けずにすごい使いやすいなというふうに思いました。あとはこのねなんか白とピンクのデザインもすごく可愛くて、まあ、女の子は特にねデザイン重視でコテを選ぶ方もいると思うのでいいなというふうに思いました。温度に関してはこのねプラスっていうのを押して電源をつけた後に自分で温度を設定するんですけど、こんな感じでね見えるかな、温度がね表示されてるんですよね。77、78、79、80みたいな感じで一度ずつこう温度が上がっていくのがこう目に見えてわかるので、温まりきるまでの感覚っていうのが割と把握しやすい感じかな。で多分温まる速度はすごい速いわけではないけど、まあ、ここにね今何度っていうのが目に見えてわかるので
まあ、温まるまでの間は他のねメイクとかそういう準備をしながら待ってれば全然気にならない程度の速度でしっかりと温まるような感じでした。でオフするときはここの青いボタンを長押しすると見えるかな、オフっていう風になるのでついてないですよっていうのが分かるような仕様になっておりました。あとここでねしっかりとこうストッパーみたいなものもついてるので他のものを温めてしまったりとかっていう心配もなくすごくいいかなという風に思いました。まあ、全体的にねこの固定すごく使いやすいなという風に思いました。で色味も私は今回ピンク使ってるんですけど確か水色かなとかいくつか色の展開もあったので自分が好きな固定のデザインを選んで使うのがいいと思います。アレティはすごい美容機器とか家電製品っていうのかなが結構豊富に出ていて、まあ、すごい有名な企業さんなので、まあ、そういった点でも安心して使えるかなというふうに思います。もしこの固定ちょっと気になったなっていう方は概要欄の方に購入できるリンクを貼っておくのでよかったらチェックしてみてください。はい、ということで今回の動画は以上になります。この動画が良かったよっていう方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。コメントなども良ければお願いします。バイバーイ。